皆さんどうもピーマンです。今回は前回に続きヤクルト3連戦の2戦目7月16日の試合をプレイしていく。現在の順位はリーグ2位、しかし広島と並んでます。阪神とも 0.5 ゲーム差。今日の試合また負けると一気にリーグ4位まで転落ありますでしょう。ありますよ、ありますよ。それだけはなんとか阻止せねばならない。前回はヤクルト相手にボロ負けですよ。勝てなかった。ホームラン打たれまくったしね、悲しいよ。だから今日は違うと。今日は違います。今日は完璧に抑える。任してくれ。さて今日のベストオーダーを組んでいこうか。まず出番設定で、今回もチームがピンチになると私ピーマンが操作していきたいと思いますのでね。そして先発は番長三浦。いやいや、ヤクルト一発持ちの番長をこのヤクルト戦に持っていっちゃダメでしょ。やっぱ相性っていうのがあるからね。相性は非常によろしくない。ここ無理だな。番長には悪いが今日は登板回避だ。君は生かせられない。ベンジャミンは？ベンジャミンありかもしれないね。ここまで1点も失点は、1回も失点はしてない。ベンジャミン。ベンジャミン。ベベベベンジャミン。君に決めたベンジャミン。お前ならヤクルトを抑えてくれる。と、俺は思っている。いけるでしょう。いけないわけがない。よし。今日の打つ方のベストオーダーはこんな感じで OK でしょう。今日はね、調子悪いですけど、AJ をスタメンで使っていくからね。前回 AJ 代打でヒット打ってくれてますから。相手のベストオーダーはこんな感じ。いや、警戒すべき4番山田なのか。バレンティも畠山もいて4番山田なのか。恐ろしいな、あれ。もうほんとこのパワプロでのヤクルトは恐ろしい。いや、パワプロだけじゃない。現実もそうだけどね。まあ、これ去年のデータで作られてますからね、選手の方は。去年といえば、雄平もめちゃくちゃ活躍しましたし、畠山もそう、山田もそうだし、山田今季の方がもっと活躍したけどね。でバレンティも試合に出てましたから、もう能力がやばいことになってるからね。これをね、抑えるというのは難しいでしょう。でも任せてくれ。今日は投げ勝つ。援護もください。1点じゃダメなんです。お一気に6回まで行ったぞ。え？ベンジャミン。あ、でも2失点してんのか。そしてこのピンチ。ベンジャミンやる？いやいや、やってるね。いや、素晴らしいよ。前回の西口と比べたらいいピッチングはしてると思う。ただここでバレンティン。絶対に死ねって言ってるよね。絶対に死ねって言ってるよね。無理だよね。こんな抑えられないよね。取れるよね。取れ、あれも取ってくれ。目を閉じている。取ってくれ。嘘だろ。またナイスピッチじゃないか。打たれたの。なんなのこのゲーム。詐欺ゲーにも程があるでしょ。ナイスピッチってなんだよ。ローボール打たれすぎだろお前。全然リアルじゃないわ。最悪。もうベンジャミンごめん、また失点だよ。6回まで一気に飛んだからさ、今日は抑えてやろうと思ったのさ、この大事な場面で打たれるっていうね。はあ、もうナイスピッチ、もうナイスピッチとかいらないから。全然ナイスピッチじゃないんだもん。余計なもんばっかつけなくていいんだよね、パープロは。ほんでどうなの。おお、6対4で無事勝利。今回1回しかプレイしてなかったよ。わお、勝ちましたね。1回しかプレイしてないけど早く終わりました。援護のおかげで勝てましたよ。バレンティンに思いっきりタイムリー打たれただけです。うわ、おもんな。こんな実況動画ありますか、他に。バレンティンに重くそタイムリーヒット打たれただけだよ。悲しくなってくるね。オッケー。いや、これ、今回ね、これはちょっと少なすぎるので、さすがに全然プレイしてないんで、お次2試合目もプレイしていきますわ。やっていこう、やっていこう。はい、今日の結果こんな感じね。チームの援護もあり、8回に一挙4得点のおかげですね。あのおかげで勝ったよ。おー、山田が今季25、バレンティンも25打っとるね。恐ろしいね。今日の野手の成績はこんな感じ。おー、一郎マルチ。いい感じ。まつい。新井さんも今日絶好調だったんで、3出塁にマルチヒット。いいぞ。ただ、和田さんちょっとヒット出てないね。前回もフォアボールは選んだんだけどね。ほら見て。今日 AJ、ほら、入れて正解でしょ、みんな。4打席目、3ランホームラン打ってる。よかったよかった。AJ ね、今日調子悪いけどね、前回打ったから、今日は使えるって思ったんだよ。で、先発ピッチャーは、ベンジャミン6回投げて3失点。すまんね、ベンジャミン。本当ならね、2点で終わってたところなんですが。でもやっぱ1本浴びてるね。うわ、抑えの誰るも打たれてんのか、マジで。そしたら2試合目やっていきましょう。こちらの動画ね、毎日1試合ずつプレイしていく予定ではございましたが、今回はちょっとあまりにも少なすぎるので。これではね、見てる人みんな満足しないでしょ。俺も満足してないわ。なんじゃこりゃってなってるからね。
少なすぎて思んねえわってなるからね。じゃあ引き続きヤクルト戦ね、ここまで対成績は4勝3敗、今日勝てば、今回のこれ試合勝てばですね、勝率を5割戻すことができるからね。今日の先発は、いや久乗り無理だろう、久乗り無理だし斉藤も任せない、山本正も無理、結局はもう番長に任せるしかないかな。やっぱ番長、相性は悪いと思うけどね、やっぱ一発持ちですから相性はかなり悪いと思うんだが、調子絶好調だからね。ほんで今日のベストオーダーまたまた組んでいきましょう。1番イチロー、ほんで稲葉、うわ稲葉絶好調じゃないか、これ使っていきたいな。谷繁も絶好調だね、今日はちょっと谷繁使うのもありだ。やっぱ調子のいい選手というのはね、積極的に使っていかないと。松井和夫が調子悪い。じゃあ今日も新井さん3番ね、今回も。新井さん3番で福留外して、今日稲葉。あ、でもジョーンズ入れたいわな。AJ、ガッツ。ちょっと最近ガッツ打ててないんで、今日は AJ ファースト使っていくわ。AJ5 番に、稲葉を6番、7番松井、8番谷繁。よし、いい、このベストオーダーは勝てると思うよ。全然、いや、待てよ。ちょっと待て。稲葉2番にするわ。うん。稲葉2番にして、井端を8番で OK。これでいく。よっしゃ。2試合プレイしていきましょう。1戦目はね、CP のおかげ、大量得点のおかげで勝てました。いや、もうこの3戦目、ヤクルト戦最後になりますけどね。そこではもう、私の実力でね、勝っていかないと。CP 頼りでこのペナントやってきたわけではないのでね。まあ、CP ながら多分今頃ドベだと思いますが。うん。でも、それじゃダメなんです。ここから俺の手で勝利を掴んでいく。実況初めてのね、このシリーズ実況初めての2試合連続プレイになりますが、今後もね、まあ、1試合ずつね、毎日進めていきたいと思いますが、このようにですね、試合の方が少なければ、プレイすることが少なければですね、また今回みたいに2試合プレイすることになるからね、覚えておいてくださいな。さて、いきなりチャンス。イチローが出塁からの盗塁かな、理想的な形。そしてここ、ねえ、なるよ、ねえ、なるよ、カムカムカム、稲葉、わつ、なぜこれはセーフだと思った。畠山、くっそくっそ、進塁打すらも打てなかった。惜しいタイミングであるけどね、抜けててもおかしくない。三塁畠山のファインプレーだよ。イチローの走力を考えればシングルで帰ってこれるが、ここは長打は打てないからセカンドゴロで進塁打。ですよね。あ、今回チャンスでプレーしてるじゃないですか。俺何してんだ、申し訳ない。みんな俺平然と何してんの。ピンチでプレイするはずだったのね。まあいいや、じゃあ今回はもうチャンスピンチでプレイしていきましょうよ。びっくりしたわ、何のツッコミもしなかったね。自然にプレイしてた。このヤクルト戦はね、ピンチでプレイするっていう、投手の方でプレイするって言ってたんですけど、普通に打撃で操作してました。この試合に限ってはもうチャンスピンチでやっていきたいと思いますのでね。ちょっと頭がボケてきてるね。はい、来た。これからノーアウトランナー二塁から点が入らないチームというのは弱いんじゃないでしょうかって。これはひどいね。やっぱ CP、 打撃は CP に任せておくべきだったか。失敗したね。さあ、こう、おお、ノーアウトランナー二塁一塁、来た来た来た。ここで今日絶好調の谷繁、 AJ の足を考えればシングルでは無理だな。長打が一本欲しいところではあるが、まあ7番、次8番の井端がいるんでね。イバタつなぐバッティング、ランナー三塁に行かせること。ほんでイバタのシングルで行って、理想的な形だね。はい、来た、はい、来た。そんな形いらなかった。え、落ちるよね、落ちないの、ワイ、なんで追いつくんだ、意味不明すぎるだろ。ざけんじゃねえよ、絶対追いつかねえと思うけど。最悪だね、絶対落ちたと思ったわ。カウントは2ボールノーストライクです。投球はこれから3球目。ダメ、こんな球振るな、しょうもないわ。第4球を投げました。うん、ですよね。右打ちゲッツーね、胃は正しくていいんじゃないかな。全盛期の力はもうないよ。右打ちの天才、かっこ閉殺だね。最悪だね。おっと、初めてのピンチできたね。ここで山田死ねってか。番長ミラー行くぞ、抑える。よし、来た、初球打ち、ありがたいね。イエス、番長ここまで0失点完璧、ナイス。早く番長に勝利をつけたいからね、今日は。得点入れていかないと。簡単に山田を抑えたね。ファーストストライカー振ってくる。これが恐ろしいとこだよ。どうだ？バレンティ1番？おいおい、どういうオーダーだよ。理にかなってるのか？稲葉追いつくよね。レッツゴー、ナイス、稲葉よく追いついた。バレンティン、リードオフマン。理にかなってるか？いや、でもありかもしれないね。
別にやはりかもしれないよ。バレンティンやっぱ一番バッターというのは多く打席が回ってきますからね。そういうことも考えて一番、いやおかしいけどね、ありじゃない、ありでもない、でもいろいろいますからね、ヤクルト。そう考えるとこういう面白いオーダー待っていいかもしれない。このピンチを抑えました。さて得点がまだないぞ、得点がまだない、やばい。バンチョウイラここで捕まる。3イニング連続ピンチ、大丈夫か。よしよしよし、とりあえず進塁打すらも打たれない。あーダメだ、抜けるなよ。イエス、松井よく取ってくる。なんでここでフィルダースチョイスをするんだよ松井。これはもう外野手転向やね、内野手でやる意味がないわ、ありえないわ。こんなクソみたいなプレーやらかすんかい、嘘だろ。これで負けたら今日の先輩は松井だからな、覚えとけよ。いらねえわ、これはメジャーで失敗する選手だわな、結果残せない選手だわ、間違いないよ、ありえない。あらら、もう最悪すぎるね本当に。もう全部松井のせいだよ、あんなフィルダースチョイスねえだろ普通。プロのプレーとは思えないね、金返せですよ今や。この神宮球場でコールが起こってるね、金返せコール、そらなるわな。はい、もう三塁線、おかしいでしょあんな、もうコース決まってるのに。このゲーム本当おかしいよ、コースガミ虫だもんね、球の球威だもん、コントロールもう過小評価されすぎねえ。ナイスピッチじゃないと抑え、いやナイスピッチでも打たれるんだけどねこのゲームは。ほらもうおかしいじゃん、なんでよ、ピッチャーが落ちる球初球打てるわけないじゃん。もう大炎上でさ、もうふざけてやらないこんなゲーム、ほんとふざけすぎだわ。なんなのこのゲーム、どんだけ1、2遊間、1、3遊間抜かれるんだよ。こっちの時はクソみたいなファインプレーしか出ねえくせによ。面白くねえ、次回作絶対買わねえわ。コントロール関係ないもんね、全然リアルじゃないよ。スポーツゲームでリアルじゃないっておかしいでしょ。いやもう振ろうよ、なんなのこの2ストライクからの制球眼の鬼、みんな鳥谷になるんだよな、頭おかしい。もう個性がなさすぎる、中身全部同じっていうね、ものすごく冷めるんだよ。結局機械が操作してるんだなって、人と人じゃないんだなって、ものすごく冷めるね。スポーツゲームでは致命的だよプレイヤーにそんなこと思わすっていうのは。はい決まらない、もう終わった、全力でいこう。はいゾーン、インコース引っ張った、三塁線惜しくも切れてファール、投げました、空振り三振、イエス。もう負けですけどねこんな試合、負けなんですけど。いつまで混乱してるの、もう山田を抑えたんだからちょっと立ち直れよ、メンタル激弱か。うん、押し出しね、もう変えちまえ、いい、まあ、やっぱ横浜の選手だな、メンタル激弱っていうね、こういう試合で投げ勝てないっていう、やっぱ横浜の選手だよ、使って損したわ。横浜らしくていいんじゃないかな、横浜色を染められてるね番長は。横浜長年貢献してきた選手ですからね、誰よりも横浜色を染まってるでしょう。やっぱ斎藤なんだよな。ど真ん中シット、うん、いや結果的に最初に取れたんでね。はい、もうはい、して早くして早く、チャンスで来い、チャンスで全く回ってこない、いい、ここでは打ちに行く。おかしい本当に、牽制なんてしねえ、しなくていい、盗塁なんかしねえんだ、早くしろや、投げろや。なんでこんなイライラしながら野球ゲームをしないとダメなの。絶対なん負けねえわ、もう打てる気配ございません。うん、打てばショートゴロね。相手 CP はピッチャーで打ったらね、あの一塁線抜けていくんだけどね、多分 CP の時だけなんかおかしなボール使っとるね、よく飛ぶボール、スーパーボール作ってやっとるね、間違いないよ。もう牽制しなくていい、しねえよ、なんでこのカウントからするんだよ。勝ってるのに余裕なさすぎるだろ、テンポが悪い、そりゃ野球人気年々減っていくわ、こんなテンポが悪いんだから。テンポポン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 いこう、勝ってるんだからさ。でウィリアムスが捕まるっていうね、もう変えよう、そんなスタミナのないゴミを出すんじゃねえ。
何もできねえだろ。岩瀬君行こう。岩瀬で抑えるよって。初球高速スライダー空振り。初球空振りから。よし、ゲッツね。松井掴んだ。二塁アウト。一塁走。Yes。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。岩瀬。やる。これが岩瀬です。あ、まあ、チームは負けたんですけどね。はい、6-0 敗北ですよ。今日は打たれまくったからね。そりゃそうですよ。2試合プレイしてみたが、うん、ゴミすぎたね。俺はゴミすぎる。俺がゴミすぎて。そして、ゲーム性に文句をつけたくなるね。コース関係ない。プロスピもパワープロもどっちもそう。コース関係ないからね。結局は球の球威なんだよ。違うだろと。球の球威だけがもしも野球の全て、ピッチャーの全てだとしたら活躍できる選手なんて本当にごくわずかだよ。大谷レベルじゃないと活躍できない。でも違うんだよ。球の球威、力がなくてもね、コントロールで勝負できてるやつもいるんだ。いるのにもかかわらず、あんなコース決まってるのに打たれる。ありえない。そして2ストライクからの制球眼の鬼。これはもうパワープロもプロスピもどっちもそう。所詮は機械なんだなと。スポーツゲームの致命的だよ、本当に。プレイヤーにそう思わせるっていうのはね。所詮機械と戦ってるんだな。あ、冷めるなって。冷めちゃうなって思っちゃうね。人の心が全く分かってない機械だよ。2ストライクからこそ積極的に振ってくるバッターっていうのもいると思うけどね、中には。はぁ、いいでしょう。はい、このヤクルト戦は、1回のみですね。2戦目のみ。まあ、その2戦目もね、CP のおかげで勝てた試合なんですけど、今回は2試合プレイしてみました。次回の実況からヤクルト戦が始まりますね。今回はね、負けてしまいましたが、相手チームがね、まあ、阪神と広島ですね、始める前に言いましたが、負ければリーグ4位の転落もあったんですが、阪神と広島が負けてくれたおかげでですね、リーグ2はキープできてますね。次回の実況から阪神3連戦になりますかね。そちらの試合をプレイしていきますので、俺は機械とではなくね、ゲームで野球選手と戦いたいわけですから、もっともっと個性を持ってもらいたいかなと最後に一つ思いますね。次回の実況も楽しみに。グッバイ、また会おう。